あ、かわいい。なんかこのグリーンかわいい。鼻あったの？よーく来たな。どうも、オレちゃんです。ブロです。それあって、オレちゃんちです。はい、というわけで今回も大人気リアクションシリーズやっていきたいと思います。やっと。はい、というわけで今回はね、ツイルコさん。翻訳してみたら、ジルコじゃなくてツイルコだった。というわけで今回はツリコさんの動画を見ていこうと思うんだけど、今回のこのチャンネルはね、リクエストで見てくださいっていうのがあって、今回選んでみました。あ、去年の。そう。なんかデリシャス系っていうジャンルらしいから、まあ、気になってサムネイルを見てみたら、なんと、レインボーフレンズとかね、ハギーワギーが食べられてたんだよね。うわ、本当だ。これちょっとやばくない？今回もこれ見ていくんだけど、この動画では止めて喋ったりするから、静かに見たい人はつりこさんのチャンネルリンク概要欄に貼っとくから、その概要欄からつりこさんのチャンネルに飛んでぜひ見てみてください。ください。そしてリアクション動画好きな人は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。しまじゅ。じゃあまあとりあえず見ていくか。あ、パープルもあるね。じゃあブルーはちょっとお楽しみに撮っといて、パープルのデリシャスパープルっていう動画から見ていこうと思います。さあスタート。さあ歩いてきたね、誰か。え、あ、人を食べたんだね、パープルが。電池集めてる、電池集めてる。レインボーフレンズの電池集めるシーンだよね。お、いや、目が合ってる。いや、目が合ってる。逃げろ、逃げろ。逃げないのかな？何してるの？お、なんか、あ、餌掘った。いや、食べてる。お、ペットだ。ペットにしてるのかな？どんどん投げる。TNT や。どうなるの？ああ、ああ、爆発した。なんでこっちからビビってんの？本当だ。いや、何これ、イカ焼きじゃない？イカ焼きみたいだな、確かに。さあ、屋台とかであるイカ焼きみたい。あ、食べた。うまいの？ベニーモ味じゃない？ベニーモ味。すげえ距離食べてる。さあ、え、あ、ホットドッグに挟んでね。お、なんだ？なんか取ったぞ。いや、これ誰？このキャラわかんない。なんかでも、人のものを勝手に取ってる。やばいやつだ。さあ、何これ。あ、かけるんだね。うん、で、これはアロエみたいなやつを輪切りにして。いや、なんかピーマンみたいになった。ああ、ちゃんとかけた、ちゃんとかけた。うわ、美味しそう。美味しそうか。なんかちょっとやばい気がするけど。うまいの？あ、パープル着替えてるじゃん。ほんとだ、なんで？なんでだ？ああ、これちょっとロボットが重いから持っていけないってなってるね。お、どうするんだ？逆に引っ張られて。あ、手が、手が、まだちぎれてないの？あ、ちぎれてないんだ、伸びてる。ウインナーになってる。ほんとだ。あ、シャウエッセン。シャウエッセンなのこれ。おし、このままタコシャウインナー。Welcome to the Purple Hot Dog Show。 違う違う、パープルの店ができちゃった。ホットドッグショップだ。なんかビジネス始めたのかな。お店を始めちゃったね。 $6.30？ まあまあ高い。は、検索してみました。 $6.3、 818円もします。うわ、高っ。え、みんなで食べちゃった。いや、パープル見てる。なんか三角座り可愛いんだけど。ペチャペチャペチャじゃないんだよな。めっちゃこれうまいって言ってるね。お、なになに、よだれが、よだれがすごい。怖がってる。かわいそう。ほんとだ。あ、急に終わった。さあ、というわけで、パープルはホットドッグになるというオチでした。おじ、じゃあみんなこれ、これ予想しよう。オレンジは一体何になるのか。黒は何になると思う？人参じゃない。人参か。あ、結構っぽいな。じゃあ俺は生かな。生で食べる。それじゃあオレンジの調理タイムスタート。お、なんか回した。お、また来たの。めっちゃ来るね。さっき電気だったけど今回電気を集めてる。お、足引っ掛けた。これオレンジの走るルートちゃん。割れちゃった、割れちゃった。めっちゃ怒ってる。オレンジ来ちゃうとね。あ、捕まる捕まる。来た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 。あ、セーフセーフセーフ。おお、すごいすごい。火のところ。止まれないからね。火に食べられた。死んだ。墓場置かれた。ほんとだ、かわいそう。我慢して、いや、プッと出たな。いやまさかのバーベキュー。焼き鳥みたい。まだ正解はわからない。さあ、お、うまいんだね。いつもこの可愛い顔になるな。さあ、なんか、またケチャップ。なんでもケチャップかける。あ、ダメか。マスタードね。マスタードならうまいでしょ。ダメか。さあ、次は？え、それ取れるの？チーズみたいに削った。おお、ホット、何、ちょっとピリ辛なのかな。さあ、バーニング。あ、燃えるところにオレンジが入っていってるね。さあ、いや、燃やされてね、死んじゃった。
お、なんかチキンと道が一緒に流れてる。どういうことだこれ。チキンじゃないか。あ、すごいすごい、針に刺されていくんだ。そのまま焼かれるのかな。で、焼かずに梱包した、包んじゃった。はい、これも一体これにいるんじゃない。あ、なるほど。あ、ミキサーミキサー、おー、すごい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 、ミキサーで砕いた、粉になった。あ、ハッピーターンの粉だ。これ、ハッピーターンの粉なの、あのめっちゃ味濃いやつ。あ、でもホットって書いてるから辛い粉だ。なるほど、セットで売って、お、バーベキューオレンジスティック。何それ、予想できなかった。僕は走りました。あ、パウダーかけて食べるんだね。コンビニとかでさ、売ってそうじゃない。確かに。いや、粉多すぎ。これはやばい。あ、辛すぎたんだね。いや、笑ってる。しかし、食べすぎないでくださいって書いてるね。あ、粉をかけすぎないでくださいって言ってるんだね。おー、バーベキューオレンジスティック 3.50 ドル。これはまだ優しい値段だ。ちなみに 3.50 ドルは日本円で454円。え、高くもなく安くもない気がする。さあ、ミルクでね、汚な、絶対後で臭くなる。あ、粉またかけた。え、また燃えてる。終わった。はい、というわけでオレンジはなんとバーベキュースティックでした。簡単だね。どう考えても難しいでしょ。じゃあグリーン予想しよう。なんかさ、レモンみたいな持ってない。本当だ、レモン持ってるから、ドーナッツ。ドーナッツ、レモンと何の関係もないけどね。じゃあ俺はグミにしよう。なんか巻き巻きのグミ。さあ、みんな予想した？いくよ、スタート。まあ、値段も気になるね。今のところパープルが一番高いから。グリーンが出てきた。さあ、今回は誰にあげるんだ。自分で食べた。ワオなの。じゃあそれでいいじゃん。もうレインボーフレンズ食べずにそれでいいじゃん。うわ、汚い、なんかカス落としてる。足からカス出てる。どういうこと。あ、かわいい。なんかこのグリーンかわいい。いや、え、ちょっと待って、ちょっと待って、いくよ。鼻あったの？かわいいお鼻。いや、かわいいか？ちょっと鼻が面白すぎた。さあ、あ、お腹減ってるんだね。いや、パリパリして、後ろ、ついてきてる。お、投げた。え、パッと取って食べた。わお、かわいい。このわおの時ってみんなかわいくなるな。おー、かわいい、もっとかわいくなった。あ、なんかめっちゃかわいい顔になってる。あ、でも怒ってるね。生で食べた。さあ、ロボットが来たね。このロボットは何なんだ？手下なのかな？レッドの代わりかな？ちぎっちゃった。いや、スライスにした。なんで、昆布？何これ？これだこれ。レモンだと思ったやつ。実際何なんだろう？あ、マンゴー？もしかして。レモンじゃなくてマンゴー？お、マンゴーとグリーンのペースト。お、なんか埋めてるね。埋めてる？土に埋めてる？おいしそう。あ、ネギ的な？いや、ネギだ、本当にネギだ。超成長する水って書いてるね。これを入れると一気に成長する。さあ、何に成長するんだ。ああ、すごいすごいすごい。何これ、めっちゃ増えてる。本当だ、昆布にしか見えない。あ、このね、ネギっぽい手をね、伸ばして伸ばしてペーストにして、またマンゴーかな。マンゴーはざく切りにしてね。おお、汚い、なんか汚っ。ビチャーって言ってるけど、あ、こんな感じでペーストにするんだ。まだわかんない。ガムの可能性もあるな。あ、待って、チューインググリーンロール、グミじゃなかった。でもおやつ系だ。おいおいおい、さあさあ、値段値段。おお、なになに、お互いに食べ合ってね。どっちが先に食べるのが早いかってこと。おお、ね、どういうこと。食べるの遅い方舐められるの。おいしそう。おいしいのかな。さあ、値段、値段きた。お、安い安い、 2.50 ドル。結構安いぞ。ちなみに 2.50 ドル、324円。いや、これはね、スーパーで売ってたらちょっと高いなって思っちゃう値段だ。うわ、何これ、なんか、え、あ、なるほど、さっきの人食べた。怖い、急に終わった。さあ、というわけでまさかのチューイングガム。いや、まだ一回も当たってない。確かに。次ブルーだよ。え、ブルーこそ生でしょ。このまま食いそう、調理せずにこのまま食べる。プロの予想は？みじん切りかな？みじん切り怖いな。さあ、とりあえずみんなも予想していくよ。せーの、スタート。さあ、今回はね。あ、え？このキューブの中になんか入ってたの？知らなかった。いや、俺も知らなかった。え、てか、でかくない？美味しそう。でもなんかピチャピチャ言ってる。うわ、出た。あ、ブルー来た、ブルー来た。ダンボールに隠れたよ。さあ、ブルーは、あ、ブルーもね、よだれびしゃびしゃに出た。本当だ。さあ、お、穴を開けてこっそり見ると、食べられてる。足に噛みつかれて泣いた。
いや、生で食べてる。なんか汁っぽいんだけど。こっからね、調理する可能性があるから。わーお。おー。あ、捕まった。いや、捕まって震えてる。かわいそう。え、待って、注射で何か吸う気？あ、うわー、なんか吸った。そりゃゼリーじゃない。あ、そうだ、ゼリー。待って、ゼリーな可能性あるな。ええ、ゲソゲソ。ゲソゲソだ。かわいそう。ミルク入れられた。あ、袋だね、でも。あ、ミルクとソーダゼリーかな。これが下でとりあえず詰められて。待て待て。ブルー&クリーム。何のクリーム？なんだこれ。え、アイスじゃないよね。あ、待って。アイスだ。フリージングって書いてる。冷凍だ、冷凍。あ、ここでね、混ぜて、ソフトクリームのように滑らかにした。おいどいど。さあ、蓋もしてね。できた。おお、すごいすごいすごい。これは超うまいって言ってるね。あ、頭が痛い。さあ、ブルー&クリーム、アイスクリームって言ってるね。 5.60 ドル、高くね。 5.60 ドル、727円。ハーゲンダッツよりも高い。うわ、高すぎ。でももしかしたらこれサイズが大きいのかもね。え、終わった。え、なんか急に終わった。早っ。はい、というわけで見ていきました。ゲーム実況の間にリアクション動画たまに撮っていくから、リアクション動画好きな人は絶対高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、俺たちのゲーム実況も見てあげてください。ください、お願いします。じゃあ、またな。またな。緊急。いや、泣いてる泣いてる、思いっきり。あ、ここも楽しそう。これも泣いてる。